こんにちは、ミディアムです。いつもいつもご視聴ありがとうございます。本日のおすすめは松永のスターシルコサンド。これがとっても大好きなんです。それじゃね、本日はグレンファークラス12年、こいつをいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こんにちは、ミディアムです。本日もよろしくお願いします。本日はグレンファークラス12年、こいつを飲んでいきたいと思います。さて、グレンファークラスはとても有名ですからね、飲んでみたかったんです。いい匂い、すごい木の樽の香りするね。ウイスキーグラスを買ってしまったんで、安物ですけどね。これで香りを嗅ぎましょう。うまい、これうまいね、めちゃめちゃうまいな。本日はグレーファークラスとグレンモオレンジ、これは飲み比べてみましょうかね。グレンオレンジもちょっと系統は違うんですが、試してみたい。はい、こちらグレンオレンジですね。グレンオレンジもさすがにうまいね。グレンファークラスすごい。やっぱり自分はどうしてもあれですね、樽の香りに弱いですね。グレンファークラスの樽の余韻がすごいからこっちの方が美味しい。どうしてもまあ私のような飲み慣れない樽香が強い方が美味しく感じてしまいますね。じゃあグレンファークラスハイボールと、こちらはトワイスアップですね。あまり水入れるのもったいない。じゃあちょっと加水してみました。すっごいうまい。はい、じゃあハイボールもいただきます。グレンファークラス結構有名でいろんなチャンネルでやってますけど、こんなに美味しいと思わなかった。じゃあ水10ミリぐらい加水してみましょうか。グレンオレンジはやはりオレンジのような柑橘系のような香りが強いですね。甘くてもどっちりとした味わい、すっごいね。やっぱりやっぱ自分はでもグレンファークラスの好きだね。やっぱちょっと樽香信者になってますよね。樽の香りしてる方がちょっと美味しく感じてしまう。ハイボールにもしてみましょう。じゃあグレンオレンジはしばらく終わりにしよう。グレンモオレンジはしっかり蓋しちゃいました。グレンモオレンジもハイボールにしてみましょう。グレンモオレンジもハイボールいただきます。爽やか、柑橘系の香り、甘い香り、しっかりしてる。やっぱうまいね。すごい香り、すがすがしい香りだね。グレンファークラスとはやっぱ違うね。どう
っしりしてる。私の好きな飲み方としましては、グレンファークラスはストレート。この方はとっても香りが味わって美味しいと思います。グレンモオレンジは爽やかな味を飲みたいので、ハイボールの方が私は好きですね。うまい。本日はグレンモオレンジ10年とグレンファークラス12年をいただきました。最後までご視聴ありがとうございました。